IUPAC d e f i n i t ン o n b r a n チェーンペンダントチェーンアンオリガメリックオアポラメリック、ローシュットフロム A、マクロ生まれキアラーチェーン、ノーツアンオリガメリックブランチメイビータームド、A 上と、チェーンブランチ A、ポラメリックブランチメイビータームド、A ロング、チェーンブランチ、有機化学や生化学では、即差とは、主差と呼ばれる分子の中心部分に結合している、化学元である、 これはより大きな炭化水素骨格に結合している分子の炭化水素の分岐要素であり分子の性質や反応性を決定する要因の一つである。側差はペンダント分子差とも呼ばれる。しかしペンダント元や側元は定義が異なる。化学構造図ではアルキル規則差を表す一般的な代用語として R がよく使われる。構造図で その他の炭素以外の元を示す場合には、X、Y、Z がよく使用される。R 記号は、19世紀のフランスの科学者、シャルル・フレデリック・ジェラールが、複数のヨーロッパ言語で、ネ、ね、や残留物の頭文字に対応していることから、広く認識され、理解されるだろうという理由で採用を提唱した。フランス語のラシーンとレザデュ、これらの言葉の英訳である、ラディカル、 ラテン語のレイディックスとラシジウム、ドイツ語のレストなどがある。高分子化学では、オリゴマーやポリマーの分岐の側差は、ポリマーの主差から伸びるものを言う。即差は、ポリマーの特性に大きな影響を与える。オリゴマーの分岐は、タンクサリ分岐と呼ばれ、ポリマーの分岐は、調査分岐と呼ばれることがある。ペンダント元、または、側元は、即差とは異なり、 オリゴマーでもポリマーでもない。21種のアミノ酸の一覧アミノ酸残器で構成されるタンパク質では即差がアミド骨格のアルファ炭素原子に結合している。アルファ炭素に結合している即差は各アミノ酸に固有のものでアミノ酸の電化や極性を決定する役割を果たす。アミノ酸の即差はタンパク質が正しく折りたたまれて機能するための多くの 相互作用にも関与している。極性の似たアミノ酸同士は通常引き付けられるが、非極性側座と極性側座は通常互いに反発する。非極性、極性相互作用は、タンパク質全体に比較的多く存在するため、二次構造の安定化に重要な役割を果たす可能性がある。側座原子の空間的な位置は、側座再構築のための計算ツールを使用し、 タンパク質骨格の形状に基づいて予測できる。ありがとうございます。